すまないが契約は完遂できなかった。ココナッツ羊というハンセンの獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけどがっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたらなぜだかすごく申し訳ない気持ちに。ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっとハンセンの獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるためによく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ勝利。リエユエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。ナナが何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね、ナナが。お前は？失礼しました。私はこのフボクロの店主、白術です。店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？かわいそうに。ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純な奴がいるとは。ふえっ、蛇がしゃべった。しゃべるつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛生口は置いてるか？ああ、衛生口ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。少なくとも無駄足にはならなかった。300万モラで上質なものをご用意します。でも今は七星が黄金屋を使ってるから強盗は難しいと思うぞ。300万、特に気にしたことないが、一般確かに少し無理があるな。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。はあ、また講師に助けを求めるしかないのか。ココナッツ羊面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。あ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。フボクロに必要であればファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、このフボクロがただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか？ココナッツミルク、ココ
ナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。300万と299万じゃそんなに違わないだろう。うん、299万。さて、問題が解決したならそろそろ玉慶台に戻らなければいけない。講師殿、店主殿、七条、ではまた。面白いやつらだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな。はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほどなるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて先祖の亡骸以外に何があるというんだ。すまない、でも忠告はしただろ。リーユエには壁に耳ありということわざがあるとね。よかった、ココナッツミルクが飲める。不思議な出会いでしたね。今後とも閉店をよろしくお願いしますね。カモを見つけたという笑い声に聞こえるわ。あんたたちも気をつけなさい。